はい、今回は、本因坊戦リーグ、許家元八段対、横塚力七段の一局を紹介していきたいと思います。2連勝とね、2連敗、許家元さんの2連勝、横塚さんの2連敗というね、対照的な、勝ち星の第3戦となりました。まあ、この辺りはね、まあ省略して、まあ皆さんもね、見たことある格好かなと思います。この辺りから変わってきますね。まあ置けば、関とかになるんでしょうかね。まあちょっとこの辺りは難しすぎてね、僕もあまり打ちたくない形です、これはね。ここで、下がるとね、多分石とかになるんでしょうか。こんな感じでね、石、にはなりそうなんですよね。ただこの形、まあここが出てきますからね、ちょっとまた非常に複雑ですね。ちょっとね、この辺りはなかなか、まあこれでまあ取ったっていうことですね。まあ、主張あたりでここで防ぎましたね。まあこれだとね、結構白を持って打ちたい気もしますかね。これも時々見ますね。これもどうなってるかね、非常に難しい形ですね。黒はこちらで勝負ですね。コスミも、なるほど、筋が良さそうな手です。これは隅を捨てるかと思いきや、こうね、頑張りましたね。これは、まあ黒はね、これ取れれば、一応満足でしょうか。この時に何か受けると思いきや、ここでまた2軒ですね。またここで形勢判断しないとですね。非常に、形が決まってないところが多くて、判断が難しい子ですね、これは。まあ黒があれなんですかね、まとめに入ってる感じなんでしょうか。白地がね、なんか大きいところがここしかなくなっちゃいましたね。ここもね、まあ攻め取りみたいな格好なんでね、そんな大きくもないですからね。黒地はここが大きくて、上辺がね、大きくて、
あと各所にありますからね。こうやって進んでみますと黒が、良くなってますか。はい。ここでね、投了となりましたね。はい、まあ、非常に難しい形でしたけど、まあ、許家元さんがね、うまくまとめたといったところでしょうか。はい、これで本因坊リーグは許家元さんが、3連勝となりまして、単独トップと、なりました。はい、じゃあこんなところで、終わりにしたいと思います。はい、失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。